大手楽器店やめとき、なんか怖い。はい、こんにちは、秀典ミュージックスクール校長秀典です。ドリース。こんばんは。フレットをステンレスに変えようと思うのですが、先生がおすすめしているのってジェスカーのジャンボフレットでしょうか。またフレットを交換を依頼するの初めてなので少しビビっております。大手楽器店にお願いしちゃって問題ないでしょうか。もう日本中っていうか、別にどこに、世界中どこに住もうがフレットの交換を依頼するのは、まずスリークエリートさんっていう方南町に、東京の方南町にあるところなんですけど、杉並区に、そこの広瀬さんっていう人、社長さんなんですけど、広瀬さんに必ずお願いしてください。で、あと僕のツイッターのサブアカウントで絡んでくれてるポポさんっていう人がいるんですけど、それもツイッターのサブアカウント行ってください。絡んでるのが分かると思います。フォローしてると思います。僕何個かポポさんにフレット交換してもらったけどね、ポポさんめっちゃ激安でやってくれるんですよね。びっくりするぐらいで、フレットもなんかめっちゃ買い溜めてるんですよ。なんか20何メートル買ったとか言ってたね、ジャンボフレット、そのジェスカーの。なのでどっちかですね。フレットを交換するのって、それは僕はできないですけど、できる人にとってっていうか、ほとんどのギタリストでフレットを交換するなんてのは全く怖くないことだっていうか、もう当たり前なんですよ。年一でやるっていう人もいますし、ニッケルの使ってる削れる人はね。僕はステンレスなんで、まあまあまあ、もう全然もう一回変えたら多分何十年も変えないんでしょうけど、フレット交換なんてもう全然もうそんなに怖いことじゃないんですよ。もう絶対みんなやるものというか。で、大手楽器店やめとき、なんか怖い。大手楽器店の良くない噂なんてめっちゃ聞くじゃないですか、ね、やっぱ大手ってどうしても仕事適当になるんで、僕仕事適当じゃないギター系の大手楽器店なんて僕知らないもん、ぶっちゃけ言わせてもらうと。いや、丁寧かもしれんよ、大手楽器店のね、自社基準で丁寧かもしれんよ。どう考えても広瀬さんの方が丁寧やからね。めちゃくちゃ綺麗にしてくれるから。しかもあれがあるからね、あれあれ、プレックっていうこう機械でクトン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 ってこう機械で調整するやつあるからね。自動的に機械がギターの状態を測って、ここがちょっと高いからここちょっと削るとかって、もう完璧にしてくれるからね。なかなかやってくれないと思うんですよね。ちょっと今広瀬さんだいぶ忙しいっぽいんですよね。僕もちょっとこのサーをちょっともう一回預けに行こうかなって思ってるんですけど、一応ギター持っていくけど、そのちょっといつになるかわからんみたいな話もね、この前やってて、予約一応しといて、でギターを送っておいてっていう感じになりますね。ポポさんにフレット交換していただきましたっていう人いますね。そう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 、やっぱスリークエリートっすよね。師匠もスリークエリートに助けてもらったってなってますけど、スリークエリート最強っすよ。もうギターのメンテ頼むんなら、でとりあえずあそこに預けとったら絶対解決すると思ってください。もうとりあえずあそこで、スリークエリートさんしかないと思ってます、僕。正直僕がこういうの言うからさ、広瀬さんめっちゃ忙しいになるんだろうね。ごめん広瀬さん、めっちゃ僕宣伝してます、申し訳ない。本当に忙しすぎ、いや忙しいのはええやろ、でもなんか忙しすぎるっぽいよね、マジで。本当に質問の回答としては、大手楽器店にお願いしちゃって問題ないでしょうか。うん、多分問題あると思うよ。なのでスリークエリートさんに頼んでください、おしまいという感じですね。大手じゃないけど田舎の楽器店でやったら、ちょい修理とクリーニングしたら5回中4回なんか引っかかると。いやだと思う。もうなんかそのちっちゃい個人本当にピンキリだよね。いやわかる、本当に僕も一回なんか高松の工房でなんか微妙に変なことやられたもん。それはそのフレットの差し方おかしいだろう。何々楽器かな、島丸楽器とか黒丸は楽器とか。いや僕はちょっと名前を出すのはやめようと思うんですけど、別に特に楽器屋さんと喧嘩してるわけじゃないんで、喧嘩してるところはバリバリ名前出しますよ僕。喧嘩してるというか、なんかやられたとこ、コンバットとかディバイザーとかさ、ほんまにああいうのはもうバリバリ名前出しますけど、別に揉めてるとこないんで。変なことやられたら切れるからね僕はね。でもやられてないとこに自ら喧嘩売りにはあんま行かないですよ。割と平和主義なんで、僕のことを平和主義やと思ってる人は見てる人に一人もおらんと思う。この前都内の某お手書き店でレスポールの修理頼んだら、逆に音が詰まった状態で帰ってきたので反省しました。それはね、まあ文句言った方がいいと思うよ、そういうの。本当に僕なんかもう割と文句言う人やから言うけど、フレット交換自分でやる人もね、できるよね。あ、というかできる人は全然できると思うよ。そんなにめっちゃ難しいことでもないと思うし、いや僕はできないけどね、やろうと思ったらもう絶対できると思う。普通に根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や、購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い。これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんです。え、遅くても遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。
早いピッキングができないんです。早いカッティングとか、ね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目この条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。